ふぅ、アンビリーバボー、イリュージョニストノーフェイスのカード。俺も初めて見たレアカードだ。しかし魔術系ではブラックマジシャンが最強のはず。魔法カード幻惑のマナコを加え、ブラックマジシャンにコンボ攻撃。受けて立つぜブラックマジシャン。ブラックマジコ幻想術幻惑のマナコ。わお、かかりましたね。幻惑のマナコの魔法はノーフェイスの攻撃力を高めるだけではありません。何？エルフの剣士がなぜ？お前はブラックマジシャン。しまった、ブラックマジシャンは幻惑のマナコによってこのターンだけ操られてしまったんだ。俺もう一枚、純速のギアサウルス特殊召喚や。また特殊召喚だと？城之内、ほんでもう一体ヘルカイトプテラ召喚や。何？あっという間に3体のモンスターを召喚しやがった。さらにトレイカルコスの効果で攻撃力500アップや。いくで、マジックカード融合発動。純速のギラザウルスとヘルカイトプテラを融合し、エルホンドザウルス召喚や。いけヘルホンドザウルス、城のうちにダイレクトアタックや。何？モンスターがいるのにダイレクトアタックだと？甘いで。このモンスターは召喚ターンに相手プレイヤーを直接攻撃できる特殊能力を持っとるんや。超融合を可能にするための供物となるモンスターでもお前を倒すのには十分すぎる。邪神経典と墓地の邪神競技を全て除外。これにより我が呼べるのはレベル8までの供物モンスター。暗黒界の混沌王カラレスが供物、暗黒界のマシンレイン。私はアルカナフォース15ザ・デビルを攻撃表示で召喚。デビル。私は占った、私自身の未来を、運命を。導き出された答えは破滅。聖一の悪魔のカード、悪事、不正、誘惑、束縛、これらを意味する。今度は聖一だ。デビルデザスター。ザ・デビルの聖一の効果。ザ・デビルが攻撃するとき、フィールド上に存在するモンスターを一体破壊する。そして破壊されたモンスターのコントローラーは500ポイントのダメージを受ける。ザ・デビルの逆位置の効果。ザ・デビルが攻撃するとき、フィールド上のモンスターを全て破壊する。もちろんザ・デビルも例外ではない。何？デビルデザスター。私のターン、ドロー。マジックカード、かがり火の効果により、デッキからレベル4以下の炎族モンスターを手札に加え、デッキをシャッフル。さらにチューナーモンスターキャノンホイールを召喚。チューナーだと？レベル4のインターセプトデーモンにレベル2のキャノンホイールをチューニング。狂い酒爆裂音、カードの荒野に戦慄の轍を刻め、シンクロ召喚。とどろけコンバットホイール。やっぱとことん残念な野郎だぜ。コンバットホイールの効果発動、手札を1枚捨て
こいつ以外の俺の場にいるモンスター全ての攻撃力の半分をコンバットホイールに加える。攻撃力5500だぜ。この効果によりお前はコンバットホイール以外に攻撃はできない。もう手も足も出ないはずだぜ。まだだ。コンバットホイールが破壊された時、その効果で貴様の場のナイトメアデーモントークンは全て破壊される。そしてナイトメアデーモントークンの効果により1体につき800ポイントのダメージを貴様に与える。何？これもなかなかいいぞ。守備力は最高。見てくれこのカード、こいつを守備表示で召喚だ。すげえ、こんなカード初めて見た。これはアショカピラー。そうだ、アショカピラーはインドに実在する謎の鉄柱だ。大後ろにアショカピラーを攻撃、スペクターズバイト。さすが日村さん。いいざまだな。しかしそれで免れたと思うなよ。アショカピラーが破壊された時、プレイヤーは2000ポイントのダメージを受ける。マジックカード、ピリレイスの地図を発動。なんだよ、ただの地図じゃねえか。見くびってもらっちゃ困るね。ピリレイスの地図、また始まった。自慢話はもういいっての。ピリレイスの地図はデッキから攻撃力ゼロのモンスターを1体手札に加えることができる。手札に加えたカード、カブレラストーン召喚。自分フィールド上に水晶ドクロ、アショカピラー、カブレラストーンが存在するとき発動できるカードがある。あ、それはマジックカード、トライアングル O 発動。トライアングル O はフィールド上のカード全てを破壊する。そして破壊されたカードの効果によって受けるダメージは相手プレイヤーが受けることになる。永続トラップ、トーテムボール発動。すげえ。なんだ。トーテムポールは相手モンスターの攻撃を3回まで無効にする。大したもんだね。そんな効果を持ってたのかい。スクラップ発動、自爆解放。何？このカードは自爆神をリリースし、フィールド上の全てのモンスターを破壊、そして破壊したモンスターの攻撃力の合計分のダメージを相手に与える。バカな、セーバーデモンのモンスター効果はこいつを破壊しようとする相手の効果を無効にし、自らの攻撃力分のダメージを相手に与える。まさかお前自分から。 I'm overlaying my three infection flies. Get buzzing, guys. With my fly guys, I build the overlay network and exceed summon. Say hello to number one. The most freakishly fabulous fly of them all, the king of the swarm, Infection Buzz King! Here goes! My Infection Buzz King can dump one of your monsters into the graveyard!
And that's exactly what I plan to do to a certain prized number you possess. What do you mean? I'm referring to the number you took from my partner, Scritch, Ninja Shadow Mosquito. Why'd you choose that one? There's no need to explain, because you're about to find out the hard way! As it activates its special ability, once per turn, it can snatch a number from your graveyard and use it as an overlay unit. I activate another one of Buzzking's special abilities. It uses an overlay unit to destroy one card on your field. But wait, if your destroyed card's a monster, it gets even better, because then you'll be taking damage equal to its attack points. I know that number is out there somewhere, but even if I can't see it, I have to try and take it down. Here goes! I summon Photon Delta Wing! Photon Delta Wing, attack Dyson Sphere! Photon Fury! From my hand, I activate the spell card, Armored Xyz! That doesn't sound too good. All of a sudden, you two losers aren't looking so confident. The power of this card allows me to equip one monster on my field with one Xyz monster in my graveyard. Utopia, rise! And now I equip Black Ray Lancer with Utopia! Great! And next, I'm going to activate the spell card, Ring Announcer! Now the sparring can really get started, because this spell lets me summon another of my battling boxer monsters! In my corner, it's battling boxer Blastja!墓地の自爆モンスター1体とマジックカード1枚を手札に加える。そしてフィールド魔法が発動していることでストーンスイーパーは手札から特殊召喚できる。さらに手札からチューナーモンスター自爆囚人グランドキーパーを召喚。フィールド魔法が存在するとき手札から自爆囚人ストーンスイーパーを特殊召喚でき。さらに手札からチューナーモンスター自爆囚人ラインウォーカーを召喚。さらにストーンスイーパーとラインウォーカーを融合。地を這う囚人よ、形状への道を歩き続ける囚人と一つとなり、今しめ与える巨獣となる。融合召喚、現れよレベル8自爆怪霊ジオクラーケン。見たか、これこそアカデミア。ジオクラーケンのモンスター効果。俺のターンに相手フィールドに特殊召喚されたモンスターを全て破壊する。バフィレッツ全て。そして貴様に破壊したモンスター1体につき800ポイントのダメージを受けてもらう。ジオグレムリンとジオグレムリーナを融合。地を司る悪魔よ、大地を掴む悪魔よ、今死を一つとなりて大いなる大地の底より来たれ。融合召喚、現れよレベル中自爆怪霊ジオグラッシャーラボラス。バトルだ。ジオグラッシャーラボラスでレッドデーモンズを攻撃。そして効果発動、シンクロまたは融合モンスターとバトルするときその攻撃力をゼロにする。レベル5のストーンスイーパーにレベル1のグランドキーパーをチューニング。大地に取り付きし妖精よ、その怪しき力で万物を揺るがせ。シンクロ召喚、現れよ
レベル6、自爆怪霊、ジオグレムリン。ジオグレムリンの効果発動。これによりジャックアトラス、お前はレッドデーモンズドラゴンスカーライトを破壊するかしないか、いずれかを選択しなければならない。破壊した場合、このターンのバトルフェーズをスキップでき、1ターン敗北の猶予を与えられる。破壊しなかった場合、レッドデーモンズドラゴンスカーライトの攻撃力分、俺のライフは回復する。俺はレベル5のストーンスイーパーにレベル3のラインウォーカーをチューニング。地の外から蘇る、今しめ放つ翼持つ巨獣よ、シンクロ召喚。現れよ、レベル8、自爆怪霊ジオグリフォン。歓喜の激凛ストライクディスオベイ。この瞬間、ジオグリフォンのモンスター効果発動。自爆モンスターが破壊された時、相手モンスター一体を破壊する。セルゲイ確保だ。俺は手札からフィールド魔法自爆ローを発動。フィールド魔法自爆ローは攻撃力の変化を無効にする。そしてこのカードを破壊したプレイヤーのライフを半分にし、そのプレイヤーのフィールドに存在するモンスターのモンスター効果を無効にする。貴様、あくまでも邪魔をする気か。そして俺は手札からマジックカード異界共鳴シンクロフュージョンを発動。その効果によりフィールドにいる2体のモンスターを素材にシンクロ召喚および融合召喚を行う。なんだと、シンクロと融合を同時に。俺はフェニックスギアフリードを特殊召喚。へえ、早くも攻撃力2800のモンスター。ふん、やるね。装備魔法フェニックスギアブレードをフェニックスギアフリードに装備。このカードは装備モンスターの攻撃力を300アップする。フェニックスギアブレードの効果発動。装備モンスターがバトルで相手モンスターを破壊したとき、このカードを墓地に送ることで、このターン自分フィールドにいる炎属性の戦士属モンスターは2回まで攻撃できる。リュウ、あと2回攻撃来るぞ。こいつが通ったら負けじゃねえか。そういうことだ。随分と底の浅い沼だったな。墓地からこのカードと儀式モンスター1体を除外し、サイバネットトークン2体を特殊召喚する。俺はサイバネットリチュアルとサイバーズマジシャンを除外。さらに魔法カードドラスティックドローを発動。自分フィールドの2体以上の全てのモンスターを除外し、3枚ドローを作る。お前の切り札を見せてみろ、プレイメーカー。トラップ発動、トランザクションロールバック。自分のライフを半分にして相手の墓地の通常トラップカードと同じ効果を得る。俺が選ぶのは聖なるバリアミラーホース。墓地にあるトランザクションロールバックの効果を発動。ライフを半分にしてこのカードを除外する。それにより自分の墓地にある通常トラップカード1枚と同じ効果を発動できる。俺が発動するのはリコーデッドアライブ。
自分の墓地のサイバー族1体を除外し、エクストラデッキからコードトーカーモンスター1体を特殊召喚する。だがそうはさせない。永続トラップコードハック発動。ビルドのコードトーカーは効果では破壊されない。さらに1ターンに1度ビルドのコードトーカーモンスターが戦闘する場合、相手モンスターの攻撃力はバトルの間ゼロになる。そしてモンスターは戦闘では破壊されず、発生するお互いの戦闘ダメージはゼロになる。これは墓地の永続トラップコードハックの効果発動。コードトーカーモンスターがバトルするとき、このカードを除外することで相手の魔法トラップの発動を無効にし、コードトーカーモンスターの攻撃力を700アップする。何？レコードエンド。